あさって9月1日の防災の日を前に、都内では災害への備えが進められています。今年発生した能登半島地震でも、長く被害が続いているのが断水による水不足。災害時の水不足に対処するため、都内の企業が新たな取り組みを始めました。災害時の断水対策や緊急的な飲料水確保を目的として活動してまいります。水道設備の工事や管理をする世田谷区にある水道機構は、この度専門組織を立ち上げ、国や自治体と連携し、災害時に処理されていない水を人が使えるように浄化する増水装置を被災地に設置します。能登半島地震や東日本大震災で使用されたことのあるこの装置は、河川の水やプールに溜められた水の細菌や大腸菌を除去して、飲用水や生活用水として安全に使用できるようにします。1時間に最大2トンの水をろ過することが可能で、1日におよそ1500人分の水を供給できるということです。なかなかペットボトルでいちいち体をお風呂入ったりすることもできませんので、特に生活用水に必要不可欠な装置だと考えております。一方、都内の自治体でも災害への備えが進んでいます。あ、受付こちらです。こんにちは。以下の項目は何の項目ありますか？八王子市は防災の日を前に、今週市の若手職員らを対象に、避難所の開設や運営のノウハウを習得するための研修を実施しました。研修では、参加したおよそ50人の職員が避難所開設の手順について説明を受けたほか、仮設トイレや簡易テントの設置方法を確認しました。職員は場合によっては一人で設営に当たらなければならない場面もあるかもしれない。そんな中で円滑に設営運営ができるようなスキル、このスキルを身につけていただきたい。